こんにちは。さあ、豊さん、はい、大丈夫ですかね、処罰してないですか？いろいろやっぱり忙しいよな、バタ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 な。そうですね、まあ、忙しいといえば、はい、もうね、年も明け、もう年明けたら、まあ、もうシーズン始まるぞ、すぐ。そうです、もう自主トレもね、はい、そろそろ始まりますし、ね、2月1日はキャンプインですし。そうだよ。ということで、この高木豊 YouTube チャンネルも、はい、どこよりも早く、はい、今年の12球団の展望をお届けしたいと思います。だな、はい、ないですよ。ああ、そうですよ、はい、まだ実ストレ見てないですけれども、まあな、はい、まあでも想像と、うん、まあ、本当のプレーが一致するのかどうかっていうのがね、うんうん、まあ、楽しみではあるけどもね。そうですね、どうなっていくかね、はいはい、3チームずつセパもうごちゃ混ぜにしまして、はい、3チームずつ 4日に分けて、はい、もうね、ここら辺は厳選でくじ引き引いて、はいはい、あ、1枠2枠3枠、ね、やりました、やりました。そうです。というわけで、はい、今日はまず巨人、広島、楽天の今シーズンの展望を、はい、豊さんにズバリ話していただきたいと思います、はい、まず巨人です。何をしてるんですか？占いじゃないか。占いじゃない、ちょっと違ってな、はい、まあ、巨人は今年ね、ホームランの数は増えます。お、それはこれは間違いなく増える、はい、これはやっぱデーブ・オークボというね、はい、バッティングコーチが入って、まあ、それとホームランを生んで決するゲームっていうのが、まあ、巨人の野球だし、はい、まあ、巨人が状態が良ければ必ずホームランの数っていうのは増えてくる、うん、で、岡本が、まあ、昨年ね、はい、まあ、ああいう状態で、まあ、思ったほど打てなかった、うん、で、中田はやるぞやるぞって言われながら、まあ、ちょっともたもたしたところがあって、うん、でも使われ出したらホームランを打ち出した、はい、これ最初から使い出してくるとかなりのホームランを打つと思うよ、うん、岡本も中田もウォーカーも、はい、で、まあ、坂本がショートで行くのか、そうですね、まあ、そこら辺がちょっと疑問だけども、はい、まあ、ここら辺で行けば、うん、まあ、ある程度のホームランも打つだろうし、うん、だからホームランのチームだからね、ホームランは確実に増えると思う、うん、ただ心配なのは投手陣ね、はい、昨年同様若手を使うと思う、いい種をまけたと思うんだよ、はい、でもそれが芽になり花になるか今年、これがちょっと不安なところでね、うん、例えば山崎伊織だとか、はい、もう本当に10勝近くを計算しなきゃいけないし、だそれができるかどうか、はい、菅野が復活できるのかどうか、うん、まあ、復活も何も10勝はしてるんだけど ね、まあ、そうですね、でも菅野らしさを取り戻せるかどうか、はい、まあ、それによって若手がねついていけるかどうか、まあ、そこら辺がな。 あと中継ぎ陣っていうのは、まあ、ずっと言われてますけれども、うん、まあ、昨年悪かった分だけ、はい、まあ、悪いっても特にね、そんなひっちゃかめっちゃかになったわけじゃないけども、うん、はい、そこそこやるんじゃないかなという感じはするよ、うんうん、あと大勢投手の疲労度っていうのは、いや、だからそこだよな、うん、まあ、いいとこ気がついたと思うんだけども、はい、大勢がああいう変則のモーションでね、はい、あれだけの登板の数を投げて、まあ、どこまで持ちこたえられるのかっていうのは、まあ、キャンプに入ってみなきゃわからないけども、はい、まあ、相当な疲労は来てると思う、うん、ただ体が大きいから、そうですね、そこまでは溜まってないのかなっていうのは気はするけども、うん、これはまあちょっと蓋を開けてみないと、はい、まあ、なかなかね、わからないという想像ではね、うん、そうなってくると、例えば大勢投手は本当に疲労溜まった時に用に誰か違う、やっぱりそうそう、まあ、危機管理は必要だけどもさ、はい、その大勢ほどの代わりはいないよね、はい、そこら辺をどうするのか、うん、特にやっぱ若手ピッチャーがどこまでやるかどうか、うん、だから、まあ、そうですね、例えばその赤星であったり堀田であったりだとかさ、まあ、直江とかさ、あと、まあ、井上春井上春とか、はいろいろテーマはあるけども、うん、そういう若い選手たちがどういうふうにやるかね、うん、まあ、そこら辺がまあ楽しみではあるよね。そうですね、うん、あと、まあ、精神的支柱という意味でも、やっぱベテランという意味でも、やっぱり2人の選手入ってきました、長野選手と松野選手。あ、はい、そうだね、この辺り そのチームが一丸となるっていう意味では、昨年よりかはっていう、うん、まあ、長野が入って帰ってきたことによって坂本が少し楽になるかなとかさ、うん、はい、まあ、そういうのはあるよね。精神的になんか落ち着いて話せる人間が、うん、まあ、できたという、はい、マッチも盛り上げていくだろうし、はい、だからそういう面ではチームの雰囲気が変わればいいなと思うよね。そう、負け出すとどうしても、まあ、どのチームもそうだけど暗くなるんだけどもさ、どこ行ってもベテランでも声出さないことは、それは許されない、うん、自分が率先して出すよみたいな、そういうタイプの選手だから、はい、まあ、頑張ってほしいなと思うけどね。
そうですね。ということは巨人は今シーズン、まあ、昨シーズンがちょっと悪かったので、はい、今シーズンは来もう去年よりかは期待できそう。いやそれは分からない。それはまだ分からない。いや分からないっていうのは、はい、他のチームも成長してるから。まあそうですね、補強もしてるしね、はい、そこら辺はちょっと分からないね。上位に行くには若手がどのぐらい投げられるかどうか、はい、長継ぎの負担を削るように長いイニングを投げられるかどうか、まあ、昨年の巨人の若手のピッチャーを見てると、まあ、スタミナがないよね、はい。だいたい一回りまでは自分の力、うん、ポテンシャルでいけるんだけども、そこからガクワッと下がるよね、はい。だからまあそこら辺が解消されてると、まあ、勝てるような ピッチャー素材のピッチャーが多いだけに、なんか克服できてるかなっていう心配はあるよね。やっぱりそういうのって自主トレとかでキャンプ前になんか、いやこれはねやっぱね試合で投げないとなかなかつかないんだよ。練習だけじゃねなかなかつかないよ。そうなんですね、うん、だからまあ昨年のね、はい、あの経験がどれだけ花が咲くか、はい、つぼみになるか、まあ、そこら辺をちょっと見てみたいけどね。そうですね、うん、やっぱそのショートの坂本選手がやっぱりそのコンバートって言われてるこの数年、それが本格的に今シーズンそうなるのか、まあ、これはキャンプ見てみなきゃわからないよな、うん、でもその危機管理はしといた方がいいと思う。そうコンバートとなってくると、じゃあ誰をショートに入れて坂本選手をじゃあどこの守備にするのか。だからそこも頭が痛いところだよ、ね。はい、あそこがガラ空きだったんだけどさ、中田がこう活躍することによってもうあそこ埋まんなくなっちゃったもんな。あそこも中田選手とかって、ね、そしたらもう外野しかない、まあ、セカンドもあるけどね。でも吉川外していいのかみたいなことになっちゃうしさ。吉川選手はショートっていうのは、いやできるよ、だからもうこう変えちゃいんだけどな、ショートとセカンドは。ああ、まあ、それもありだと思う。それってショートとセカンドってその腰だったり膝の負担ってどうですか。いやそれはね、セカンドからショート行ったやつは倍ほどきついよ。ああショートの方がきついんですね。でも坂本は少し楽になるね。ああ、じゃあそこを思い切って入館ガチャンコ、いやチェンジでもいいと思う。吉川のショートもうまいからね、あ悪くはないと思うから、うん、だからまあそういうことも練習しといた方がいいかもわからんな。そうですね、うん、さあ広島です。これは、うん、あの新井監督になって、はい、ピッチャーから野手の監督になって、はい、野手の注目度がおそらく目を配るのが多くなる、うん、まあ坂倉をキャッチャーに戻し、ね、相澤と競争させる、はい、おそらく坂倉が基準になるだろうね、はい、キャッチャーの、まあ、レギュラーとして、うん、だここら辺がキャッチャーとして本当に成立するのかどうかということ、うん、まあ、これが一つのテーマだよね、はい、で坂倉がサードからコンバートされる、またキャッチャーに、うん、でそのサードを誰が守るのか、うん、これが一つのテーマだよね、はい、まあ、二遊間は小園と菊池でいいと思うんだけど、うん、はい、でまあ、外野も西川とかがいて、うん、まあ、野手はねそんなに心配はしてないんだよ、うん、ただ坂倉がどこまでキャッチャーとしてピッチャーの信頼度を得られるかどうか、はい、まあ、ここら辺が一つのテーマであり、うん、まあ、課題だと思うんだけど、やっぱり広島なんて言ったっても中継ぎだよね。そうですね。だからまあ床田がね、まあ、昨年その骨折か、はい、離脱して、まあ、先発が足りなくなっていったとか、まあ、今年は治って出てくるだろうし、うん、まあ、森下を中心にとか大皿がいて、はい、先発陣はそこそこ、うん、ただ中継ぎから抑えだよね問題は。栗林ももう2年続けたら、はい、ルーキーの時から2年続けてっていうのは相当厳しいような気がするよね、うん、だから3年目に入るでしょ、はい、だからまあそこら辺がちょっと心配なところではあるけども、中継ぎ陣の確率、はい、他の球団は強烈なのを揃えてるからね。まあ、そうですね、セ・リーグでいうとやっぱ阪神もそうですし、そうそうそう、はい、だからまあそこら辺を新井監督がどう見てたかだよね、はい、外から、うん、だからそこら辺に手をかけてくるだろうなっていうね、うん、まあ、広島も選手はいるんだよ、うん、いい選手がいるよ、安とかもね、はい、うん、勝負は全然できないこともないし、うん、だから長継ぎ勝ってるゲームをものにしていけば、はい、もう結構な数字は残ると思う。で一時逆転の広島って、あ、そうですね、あったよな、はい、で逆転して中継ぎに入ったら全く点が取られないっていう、うん、今逆だもんな、逆転される広島だから。そうですよね。いやいや、だからそこら辺を、まあ、丁寧に仕上げれば、はい、確立できれば、うん、勝てると思う。もうここは広島は本当、じゃあ中継ぎ陣がキーになってくる展望としては、そうだね、あとはやっぱり4番だな、
4番、うん、まあ鈴木誠也が抜けて、はい、あ末金っていうね、はい、ルーキーに頼ろうとしたけどもダメだった、うん、マクブルーム、はい、ちょっと物足りなかったという面でがからするとやっぱ新井も4番を打ってきた人間だけに誰を据えてくるかね、うん、まあいなかったら俺は坂倉でいいと思うんだけど、あ打てるキャッチャーとしてめちゃくちゃ坂倉の評価高いんだよね俺バッティングはね。ゆだらさんそうですよね。そうなの。いやだから楽しみでしょうがない。そうですね、はい、じゃあ最後楽天です。楽天、はい、どうなんかなと思うよ。やり方だと思うんだけどね。もうあの戦力としてすごいいい選手たち揃ってますからね。すでにタレントはいるよね。はい、でまあ浅村とか、はい、島内だとか、はい、まあ、島内も打点を取ったりとかさ、うん、キャラ的にもいいんだよ。で辰巳外野の守備はめちゃくちゃ前で、はい、ゴールデングラブの時にゴールデンジャケット着てきた、うん、来年は同じような賞を取ってズボンまでしてみ、はい、きたい。いやそれはまあいいじゃん。それもすまーして笑いもせずに言ってる。まあ、これも OK なんだ。 OK パーフェクト。まあ、だけどキャラクターがいてもやっぱり一つにならないといけないということだよね。それはその点がまだ線最終的な線になりきってないってことなんですか。オリックスがいい選手がいるのに、はい、なんで勝てないんだと、うんうん、はい、いや今年は優勝するだとある最下位になっちゃったみたいな、はい、まあ、そういう状態みたいな感じがするんだよね。なんかこう一つにまとまらないというかさ、はい、まとめ上げられないというかさ、なんかそんなところが見受けられるよね、うん、まあ、それと偏りだよね左バッターの、はい、でキャッチャーももう住谷、うん、素晴らしいキャッチャーだと思うんだけどやっぱり若手が出てこないとね、はい、なかなか出てこない、うん、で安田、はい、今年は出てきてあのフルスイングもう一度見れるのかどうかっていう、うん、まあ、太田も頑張ってるし、はい、だけど大事なところではやっぱり隅田に頼るんだよね、はい、だから OB に短し、たすきに流しというような状態がなんかこう続いてる感じがしてね。ここ数年そうですよね。そうだな、若手のピッチャーも出てくるんだけども、うん、なんか尻切れトンボで、はい、いつの間にかいなくなったとか、うん、力はあるチームだからさ、はい、やり方によっては優勝できると思うしね、うん、まあ、そこら辺はちょっと頑張って石井がさ、うん、まとめなきゃいけないんだけどね。ここはじゃあもうそのまとめ力っていうことになってくるんですね、監督とかの首脳陣の。まあそうだね、うん、あのオリックスが勝ち出したっていうのはまとまり出してきたよね、はい、選手たちがピッチャー山本、野手吉田、これを中心にまとまってきたっていう、うん、まあ、楽天の場合はさ球団の歴史も浅いし、うん、なかなかこう難しいんだよね。そういうこう生え抜きの中心を作るっていうのがさ、うん、だから補強補強できてるじゃない、はい、だ浅村だって西武の出だし、まあ、西武の出 でも関係ないんだけども、まあ、俺がやるみたいな、うん、でマー君も俺がピッチャーだったらやるみたいな、うん、まあ、そういう体制になってくると選手はついていくしね。そうですよね、うん、ただやっぱマー君もやっぱ勝ち越さないとね、はい、説得力がなくなるしね、うん、どんどん時代のこう変化っていうのは早くて選手のこと忘れていくからね、どんどん確かに、ね、過去に24連勝って言うと、いや今年ドラフト入ってくる選手はいやもう知らないっていうかもう分からないしさ、うん、はい、あんまり見てないしねテレビを、はい、強烈なリーダーが野手の中で、はい、まあ、欲しいなと思うよね。そうですね、そういう人が浅村っていうのはそういうタイプでもないしな、うん、誰か一人出てこないかなっていう、うん、だから辰巳なんか金のジャケット着てさ、はい、住まわして来年はってまあそういうタイプじゃないしなみたいな。だから鈴木大地とか、うん、なんかキャプテンシーはあるんだろうけども、はい、ロッテから来てるわけじゃない、うん、そういう意味ではちょっとやりにくいだろうしなって思うしな。そうか、ここはじゃあ本当にチームがどう一つにまとまるかって そこだけなんですね。だからリーダーだよ、リーダー、強烈なリーダーが欲しいんだよね。あ、そこがポイントってなってきますよね、うん、だから監督云々とかじゃなくて、はい、やっぱこうチームを引っ張っていくもうリーダーが欲しいという、うんうん、まあそういうふうに思う。はい、今日は巨人、広島、楽天の今シーズンの展望を、豊川さんに語っていただきましたけども、次の動画でもまた3チーム、はい、今シーズンの展望を語っていきます。くじ引きでな、はい、はい。